こうやって日足で俯瞰してみると、この上昇トレンドの起点を下方向に抜けていないので、日足ではまだ上昇トレンドが継続している状態ですね。こういった手前からポジションを持っていた買い目線のトレーダーの売り決済などにより、売り方向へのバイアスが強くかかり、大きく下方向にブレイクした感じですね。で、この形を見て、この辺りで買いでポジションを持っていた人たちの投げ売りだったり、ここの買いポジションを狙った売りでのエントリーがたくさん入り、強い下降トレンドが出ている状態かな。ここの上昇トレンドはほぼほぼリセットされたような感じですね。日足で長期的な視点でトレードを行う場合は、こういったラインを使ってここでの抜け、もしくはここでのサポートを本日4月の10日土曜日です。いつものようにドル円の今週の最終チャートをもとに環境認識を行いながら水平線引いていきたいと思います。で、先々週くらいから1時間足で見てもずっと上昇トレンドが続いてて、こういった日足で意識されそうなレジスタンスとなるラインも強くブレイクして、その後日足で見た次に意識されそうな水平線の少し下で、こうしばらく高値を切り下げるような相場になった後、こういったずっと意識されていたレジサポとなっていたラインを下方向に強くブレイクして、で、一旦起点付近まで戻したんですけど、ここの急下落の起点となったここを超えれずに再度下降トレンドが出ている。で、昨日の相場で金曜日にまたこの最安値を作った起点付近まで戻して、今チャートが止まっている状態なんですけど、先週までは上位足である日足4時間足でずっと上昇トレンドが出ていたので、多くの相場参加者が上方向を狙っていたと思います。特にこの強く意識されそうなレジサポとなっていたライン、これをブレイクした後のこのレンジの下限で買い方向を狙って、こういったところに買いで予約注文を入れていたトレーダーっていうのは結構多くいたんじゃないかなって思います。それと同時に、こういったレジサポとなっていたラインの下には、ここで買いポジションを狙っていたトレーダーの損切り決済や、ここの上昇で買いポジションを持っていたトレーダーの売り決済が溜まりやすい場所なので、その後高値を更新できずに買い方向への期待感が薄れて、次にこのサポートとなっていたラインにレートが戻ってきた時、買い勢力が負け下方向にブレイクし、サポートとなっていた水平線の下に溜まっていた損切りや、こういった手前からポジションを持っていた買い目線のトレーダーの売り決済などにより、売り方向へのバイアスが強くかかり、大きく下方向にブレイクした感じですね。で、この形を見て、この辺りで買いでポジションを持っていた人たちの投げ売りだったり、ここの買いポジションを狙った売り目線での戻り売りを狙った売りでのエントリーがたくさん入り、強い下降トレンドが出ている状態かな。ここの上昇トレンドはほぼほぼリセットされたような感じですね。で、見えにくくなったんで一旦消して、じゃあ日足で俯瞰してみながら上位足から水平線引いていきたいと思います。こうやって日足で俯瞰してみると、ずっと上昇トレンドが続いてで、最後のこの急上昇の起点までまだ戻ってきてない状態なので、日足で見るとまだこの上昇トレンドの起点を下方向に抜けていないので、日足ではまだ上昇トレンドが継続している状態ですね。なので、日足で長期的な視点でトレードを行う場合は、こういったラインを使ってここでの抜け、もしくはここでのサポートをトレードシナリオとして戦略を立てていくといいと思います。なので、日足では一旦水平線の追加としては、この急上昇の終点がこのヒゲの先端になるので、ここに水平線引いておいて、その後の更新はないかな、これくらいでいいかな。で、余計なの消しておきたいので、これとかいらないですね。これもいいか。次、4時間足で見ていきます。4時間足で見ると、4時間足では目線変わってますね。こうずっと上昇トレンドが出てて、まあ、ここ結構意識されてたんですけど、このラインを下方向にブレイクして、で、一旦強めに戻したけど、4時間足で見ても意識されていたサポートとなるラインだったり、あとここの最高値を作った起点と
なるこういったラインを下方向にブレイクして、ブレイク後の目線の転換となったここの安値を作った起点、これを上方向に抜けれずに下降トレンドになっている、そんな相場状況ですね。なので4時間足で水平線追加すると、まずここの安値で、これを作った起点、この辺微妙かな、でこの辺りちょっと微妙だけど、その次の安値でこれを作った起点がどこだろう、こうかな、こんな感じでいいかな、ここら辺ちょっと分かりにくいですよね。この辺がちょっと微妙なんで水平線引きません。で4時間足で一旦こんな感じで引いておいて、次1時間足で見ていきます。ちょっと水平線多いな。で1時間足では今ずっと下降トレンドが出てるんですけど、1時間足で波形見ていくと、ここの上昇トレンドでここレンジになってて、高値を作った起点を下方向にブレイクし、1時間足で見るとどこかな、ここかここかな、起点は。でそれを上に抜けれずに安値を更新して、ここ大事だね、でさらに安値を更新して、今この1時間足で見てもこの最後の下降を作った起点、この辺りも意識されてるかな、あとここを起点として見て、この下降の起点付近で再度レジスタンスされている感じですね。なんでこれを元に水平線引いていくと、もうこの辺は消しちゃっていいな。強く意識されそうなところで言うと、この起点で、ここが最安値で、でそれを作った起点どう見るかな、ここも意識されてると思うんですけど、最安値を作った起点、こう見ると1時間足では目線転換してますね。こんな感じかな。なので今現時点では日足ではまだずっと上昇トレンドが続いてて、最後のこの急上昇の起点付近まで戻してきてる状態、4時間足で見るとこの最高値を作った起点として意識されそうな、こういったラインだったり、もしくはこういったライン、さらにはこういったところも下方向に抜けて、4時間足では今下降トレンドが出ている、で現時点でのこの最安値を作った起点付近でヒゲで強くレジスタンスされている状態ですね。なので日足では上昇トレンドの中で、今4時間足で下降トレンドが出ていて、その中で1時間足でずっと下降トレンドが出ていたけど、この最安値を作った起点、こういったところを上方向にブレイクして、1時間足では上方向に目線が転換したって見ているトレーダーも結構いるんじゃないかなって思います。ただ起点をこことして見るか、こことして見るか、こう見るかこう見るかで見方が変わってくるので、ここの水平線付近での動きが重要になってくると思います。今週ずっと下降トレンドが続いてたけど、ここの急上昇でまた振り回されている人結構いると思うんで、盲目的に短期足の流れだけに乗ろうとせずに、意識されそうな水平線付近までしっかり引きつけて、その水平線付近での動きを見ながら、リスクリワードの高いトレードだけを行っていくように心がけてほしいと思います。この動画が参考になったっていう方だけでいいので、YouTube の高評価とチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。また動画の概要欄にある LINE 公式に登録することで、僕が FX 初心者だった頃、こういった学習用コンテンツが欲しかったって本気で思える内容を無料で段階的に学んでいただけるようになっているので、今から FX にチャレンジしたい人、自力でお金を稼ぐための知識やスキルを身につけたい人は、ぜひ登録して学んでみてください。じゃあ今日の動画はこれで以上です。それでは。